2017シーズンホームゲームラスト、ホーム最終戦のセレモニーをこれよりピッチで執り行いたいと思います。2017シーズンを戦ったサガン鳥栖をピッチに迎えたいと思います。どうか大きな拍手でお迎えを。プレスウェルカム、サガン鳥栖。2017シーズン、このメンツで戦いました。今一度サガン鳥栖に大きな拍手。それではこれよりホーム最終戦のセレモニーを執り行いたいと思います。ではまずはじめに選手を代表し豊田洋平選手より一言いただきたいと思います。今日はありがとうございました。まあ、拍手をいただくというのはちょっとおかしいかもしれませんが、まだシーズンは全て終わってませんが、ホームラストというところで、いい姿をお見せできなくて申し訳ありませんでした。チームは、ここで立ち止まらず、最後のコンサドーレの試合までしっかり戦い続けます。よろしくお願いします。選手を代表して豊田選手から挨拶をいただきました。それではチームを代表しマッシモ・フィッカデッキ監督より一言いただきたいと思います。皆さんこんにちは。サントリーグラッツまず今年1年間近くでチームを支えてくださいましてありがとうございました。最後勝利という形で勝たれたら一番良かったんですけれども、本当に我々スタッフも選手もすごく残念に思っています。Io conosco questi ragazzi, è vero, Toi ha detto non meritiamo forse oggi gli applausi per quello che hanno fatto tutto l'anno, per l'attaccamento alla maglia, credo che merita un grande applauso. Ma 私は選手たちの取り組み毎日見ていますし、毎試合毎試合すべて全力で戦ってくれる選手たちは、トヨタは今日の試合の結果でもしかしたら拍手に値しないかもしれないというようなことも言っていましたが、そんなことはなく彼らは本当に皆さんから拍手をいただいて称えられるべき選手だと思っています。
è una cosa importante per questa società, perché siete voi il cuore di questa squadra, più siete voi più possibilità per questa squadra di crescere. せっかくスタジアムでファンの皆さんの前で話す機会がいただけましたので、最後に一つ、今年サガッツの歴史の中で平均来場者数というところもレコードを作ったというふうに聞きましたので、本当に毎試合皆さんが足を運んでくださらないとできないことなので、この場を借りて改めてお礼を申し上げます。それでは最後にクラブを代表し、株式会社サガットオリックス代表取締役社長竹原実がご挨拶を申し上げます。2017年度、今年1年ホームの最終戦を迎えましたことを、ファンの皆様、スポンサーの皆様に、報告とともに、感謝を申し上げます。筋書きのないドラマを今日はホームでもっといい形で迎えたかったんですが、最終戦の札幌に向けてまた選手は戦いますので、応援してほしいと願っております。そして一つ皆様にクラブとして来年一つやりたいことがあります。先般の FC 東京戦で、スタジアムで倒れた女性がおられました。その女性はまだ今精神をさまよっています。日本一安全のスタジアムを作るために、ぜひとも皆様協力のお願いしたいと、今佐賀大学の救命救急の先生たちと、どういうふうにしたら日本一安全なスタジアムかを考えておりますので、皆さんにとっては不便なことが増えるとは思いますが、ぜひとも協力をお願いしたいと。そして札幌戦、また帰って皆様に、ファン感謝デー等で報告させていただきたいと思っております。そしてまた来年のスローガンを今日発表させていただきたいと思っております。それは来年のクラブへの強い強い意志の表示だと思ってください。いただきとスローガンを来年考えさせたいと思っております。社長はいつも優勝優勝と言ってるじゃないかというふうに言われますが、毎年本当に優勝を狙ってますが、これだけ状況が揃った年は今までになかったと思いますので、最後札幌に勝っていただき、勝利をいただき、優勝をいただきというふうに来年に向かって、また進んでいきますので、そして最後ではございますが、2017年度のこの選手スタッフに改めて温かい拍手をいただきましたら幸いです。本日はありがとうございました。これよりこの1年間の熱い応援に感謝の気持ちを込めまして、選手スタッフがピッチを回ります。2月の末に開幕した2017シーズンリーグ戦、そしてルヴァンカップ、そして天皇杯、いろんな戦いをこのベストアメニティスタジアムで選手たちは繰り広げてくれました。そのドラマ一つ一つが皆さんなしでは語れない、作り上げられないドラマでした。本当にこの1年熱い応援をありがとうございました。さあ、その感謝の気持ちを込めて、これより選手たちが最高の奥にピッチを回ることになります。
寒い中本当に今日も熱い応援をありがとうございました。今日だけではない、早春の日も新緑の日も、そしてまた梅雨の日も、暑い暑い真夏の日も、秋の日も、そしてこの冬の日も、皆さんなしでは語れません。2017年サガン鳥栖、本当にありがとうございました。さあ、バックスタンドの方から選手たちが回っていきますよ。で行いますが、ジャンプしたりとか柵の方乗り上げたりしないように、くれぐれも怪我がないようにお願いします。さあ、それでは選手スタッフの皆さんはバックスタンドの方へとお願いいたします。